大容量でポケットもついているバッグ作ります。ポケットちょっとだけね余裕つけるといっぱい入るんです。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？旅行用でもいいぐらい大きなトート作ります。ゆとりポケットつけますよ。材料はねシンプルです。表布と裏布、裏布にねちょっと表布見えるようにしたいと思いますね。ここの部分の布です。あとはポケット用の布と持ち手になりますよ。持ち手はね肩にかけられる長さにします。ボタンなくてもいいですね。お好みで内側にもポケットつけてください。つけなくてもいいと思います。表布と裏布長さが違います。縦方向長さ違いますよ。で裏布この部分はね後ほど縫い付けて表布と同サイズにしていきます。表布になります。サイズは42cm×50cm、 42cm×50cm です。貼るの大変でしたけど接着芯貼りましたね。しっかりしますよ。下側角カットします。 7cm×7cm、 下側カットしてくださいね。私はね接着芯を貼った後下側カットしました。サイズは 38cm×50cm、 38cm×50cm です。下側7センチ角でカットしてくださいね。カットするときね柄の向き間違えないでくださいね。間違えちゃったけどまあいっか。裏布6cm×50cm、 6cm×50cm です。裏布この部分ね見返しみたいになる部分接着芯貼りましたが貼らなくてもいいです。持ち手 12cm×58cm、 12cm×58cm です。今回私しっかりさせたいので裏に接着芯2枚貼りましたが1枚でいいですよ。2枚貼らなくてもいいです。お好みで調整してくださいね。ポケット用の布裏表同サイズです。27cm×54cm、 27cm×54cm です。表布の裏にだけ、接着芯貼りました。バッグの前後ろとポケットを作るので、表布裏布各ね2枚ずつ用意しています。ボタンつける方は用意してくださいね。まずポケット用の布から作っていきます。上下縫い代 1cm で縫い合わせてください。角をカットして表に返します。袋口になるところ私は縫い押さえます。形整えて、袋のね際から2ミリぐらいのところ縫い押さえてくださいね。ここまあ縫い押さえなくてもいいんですけどね。表布にこんな風に縫い付けておきます。まず真ん中縫って、まあ、サイドねこう寄せて縫い付けていきます。サイドに余裕があるから真ん中にねこう布を寄せる感じで、縫い付けていきますよ。サイドを合わせて真ん中に布を寄せて縫い付けるんです。7センチにカットしたところから下2センチ開けてポケットの下の辺が来るように中心を合わせます。まず中心縫い付けてください。縫い始めとの終わりはね返し縫いしてくださいね。中心に布が均等に寄るようにこうやってねタックを寄せます。こんな感じに寄せてくださいね。端がそうすると合います。で、この字に縫っていくんですがサイドは仮縫い5ミリぐらいでバッグの底は、まあ、ポケットの端から2ミリぐらいのところを縫ってくださいね。両サイドはもう一回縫いますからね。持ち手紐状にしてサイドを縫います。この持ち手なんですけど、まあ、縫えば縫うほど丈夫になります。私今回ね両サイド2本ずつ縫いました。1本でもいいですよ。表布に仮縫いします。7cm、7cm、 中心 14cm 開けて持ち手の端を 1cm 出して縫い代 5mm で仮縫いしてくださいね。縫えたら表布をバッグに仕立てていきます。サイドと底を縫い合わせます。縫い代 1cm です。サイドを縫って底を縫い合わせますよ。どちらも縫い代 1cm で縫い合わせますからね。
縫えたら四角い部分を開いてまちを縫い代1センチで作ります。これでね、表布完成。次裏布です。裏布、このね、細い布と合わせて表布と同サイズにしていきます。縫い代1センチで縫い合わせたら、縫い代をね、どちらの方向でもいいんですけど、後ろ同じ、ね、方に倒してで縫い押さえます。ポケットね、つけるならこのタイミングです。でポケットつけた後ボタンつけるといいですよ。布端から3センチのところにボタンの中心が来るように取り付けます。マグネットボタン、まあなくてもいいかな。でマグネットボタンつけるときは後ろにね、当て布をしてつけます。そうね、まあなくてもいいかなと思います。裏布作っていきますね。中表に重ねて、サイドと底、縫い代1センチで縫い合わせていきます。サイドを縫って底を縫った後、この四角い7センチのところを開いてまちを作ります。まちの縫い代1センチです。こうすると14センチのまちができます。簡単です。表布と裏布を中表に重ねていきますよ。サイドのね、縫い目合わせて、中表に合わせて袋口縫い代1センチでぐるぐるっと縫っていきます。バッグが大きいからちょっとね、布のさばきが大変かもしれないんですが、作り方としてはとてもシンプルです。片側だけでもいいのでまちを重ねて縫い合わせておいてください。こうすると表に返した時に裏布が引っ張っても出てこない仕様になります。袋口を縫い合わせたら、バッグが大きくてね、なかなかちょっとね、どう扱っていいか。はい、できました。完成です。わー、嬉しい。簡単です。このね、バッグすっごい使いやすいです。ちょっと私横長に大きく作りましたけど、横もうちょっとね、幅狭めてコンパクトに作ってもいいかと思います。中のポケットはね、まああってもなくてもいいかなと思います。ポケットはね、ここそうね、ちょっと布端から5センチぐらい下の方がいいかと思います。このね、黒いのはバッグの底板です。バッグの底板をね、入れるといいですよ。このポケットがとても便利です。男性でも肩にかけれるような長さになっています。皆さんもぜひ一度作ってみてください。バッグもポーチも載っている本は、まあ一家ハンドメイドです。ちゃっかりハンドメイドはポーチメインです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ミグナテールでエッセイ連載中です。 X、インスタグラムもあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。バイバーイ。